送りしてます。撮影お疲れ様でした。ありがとう。そう、今日は撮影いろいろしてきて、まあ内容はねまだ内緒なんですけど、楽しかったよ今日も。のパラビぜひ見てください。楽しみにしておいてください。発売日ポキュー、あ、アプリ自体もそっか Unext になったんや。ルイもねダウンロードしたよ。もうパラビって言わんのかな、 Unext って言うんかな。でも Unext の中のパラビコーナーじゃないの、あれは Unext なん、わからん。アプリを開いたらさ、パラビっていうところがあったから名前はそのまんまなんかと思ったけど、そうだから最近見てないわっていう人は、あのアプリもね、もう以前のまでのパラビのアプリやと視聴ができなくなっているので、あの Unext のアプリをダウンロードして、それにログインをしてすると見れるので、そうやよね、しばらくはまだ一応パラビなんじゃないかな、 Unext の中のパラビかな多分。でも来年統合、そうなんやらしいです。でもヤババマンビで検索をすると出てくるので調べてください。喋ってるルイたちが見れます。喋ってるルイは今も見れてるか。ワイワイ喋るルイが見れます。今年いっぱいまでは料金変更なしで見られるそうなんですけど、来年以降は見れるものが増える分、ちょっと Unext さんの方の料金に変わっちゃうらしいね、らしいですけど、変わらずね再生と高評価機能も残っとんのかな、そういうなんかそういうのとかあるんかな Unext にも。ちょっとまたルイも見てみます。もしなんかあったら書いてください。いいねみたいなのしてください。あ、もうシーズン1復活しとった、本当？それまだ見てへんわ。そう、シーズン1とあの今までのライブ映像も後々見れるのかなみたいな感じなので、そうです、いっぱい見れます。なんかパラビの撮影、ヤババの撮影はすごい普段と違うようなことをするから、今まであんまりそのカメラの前で何かをする動画とかが撮る機会がなくて、アイドルになるまで写真はさ友達と遊んだら撮るけどさ、動画ってあんまし撮らんくない？ストーリーとかもほとんど撮ったことなくて、インスタとかのさ、だから動画に全然慣れなかったんですけど、そう、でもね、ヤババでいろんなことに挑戦したり、なんかふざけたり無茶ぶりしたりされたりするのも、それもそれでなんか楽しいなと思ってワクワクしてますので、最近はなんか辛いみたいなのないしね。辛い内容がない最近はとか言うけど、あんまりでもルイ今のところこれ絶対嫌やながないかもしれん。もう一回バンジーって言われたらちょっと嫌やけど、止めやんことはないと思う。多分飛べるような気はするし、筋肉キャラになってきたよね。嬉しい、嬉しがっとんのそれは。パワー筋肉さん、お会いしたこともないけど勝手に筋肉キャラさせてもらってる、バンビの中でだけ。
いつか会えますように。あ、激辛が一番ダメかな。確かに。もうあれはなんかさ、食べたくないっていう気持ち的なやつよりさ、もう体的な NG やよね。多分あんまし体が辛いものに適応してないから、心は食べたいんやけど食べれやんかったなあれ。あ、寝起き系が嫌です。類はそれはもういい。それが嫌かも一番。そのさ、体的に無理はいろいろあるよ。あの激辛向いてないとか、運動企画多分超持久系とかやったら類ついていけやんと思うし、って思うけど、寝起きドッキリは嫌やな。ほんまに寝てたもんな。ほんまに寝てるんや、寝起きドッキリって、って思った。寝起きはそう、精神的に嫌。あ、ちょっと待って、喉がガラガラやから、うん、ニューってする。飴を取り出しました。あ、ここ数日喋る日が続いてるからさ、うん、あ、ルイの顔意外と飴舐めとってもバレやんのじゃない。まあ、どこにあるかわからんくない。飴わかりますか。こんばんび、こんばんび、アイドルグループパパパバンビ、白浦担当高梨瑠衣です。正解はこっち。全然見えやん。え、こうした方が見えやんくない。ほっぺが丸いから複雑複雑な気持ちになった。え、ちょっと輪郭じゃない、口角が左右非対称になる。え、でもさ、ほら、わからんくない。今ここにまん丸の飴が入ってるんやけど、全然バリアン、ここバリアンかも。あ、今わかった。なんか逆に反対に入れてるみたいに見えてくやん。そんなこともない。どっちに入れよう。こんばんび。こんばんび。どっちですか。右左で言ってくれるけど、類反転しとんかどうなんかわからんくて、正解は1番でした。これは右左、みんなから見てこっちでした。え、めっちゃ外れてるやん、こっち。ここ、あ、じゃあバレやんかも。得点1回とかこれで出てもバレやんかも。全然当たってない、びっくり。2分の1で当たるはずやのね。外れてる人のが多いわ。特技見つけたかも。特技は飴を隠すことです。飴を何の遊びっていう。おいしい。マヌカ蜂蜜レモンのど飴。2番目入れたらすぐわかるよ。口。ほんと。
1ってコメントしたら今までカウントしてなかった人がカウントになってるんや。なるほどね。じゃあ当たってる人のが多いかも、もしかしたらコメント欄に流れてないだけで。なるほどね。カウント機能のことすっかり忘れとった。ショールームってカウントって言って1、2、3、4って順番にコメントを打っていくと、順番じゃなくてもいいんかな、あれ51から50までの数字はコメント欄にあれ出ないんですよね。だからみんなアンケート機能ちゃんと使うんかな。順番じゃなくてもいいや、2、1、6、5、3とかでもいいや。でもそう、数字だけでポンって押すとコメント欄反映されやんかったりするよね。それかも、あのみんなルイのコメント数に貢献してくれてしまった、無意識のうちに。馬のコメントやからいいんか。そうです、そう、タイムラインに流すことなくコメント数だけを増やせるっていう機能があって、だからイベント参加とかしとってコメント数がイコールポイントに反映されるやつに出てるときはみんなカウントよろしくお願いしますとか言って1から50までをね、こうコメントに1、2、3ってポチポチポチってやったりするんですよ。あ、0もいけるんや。そうそうそう。で、それをしてくれるともうあの1人でその50コメントとかの1配信の最大コメント数量、ポイントに換算される最大数量分をタイムラインを荒らさずに短時間でコメントできるよっていう、そういう機能なんですよ。いつかショールームのイベントに出るかもしれん、ルイが出るかもしれんし、みんなの推しが出るかもしれんから覚えといて。そうで、たまにそれを失敗してあのなんか 1,2,3 とかでくっついたままコメントしてここに流れちゃう人とかおる。そう、でもコメントする代わりやから、そうそうそう、コメントを50回でも全然いい。でも50個もさ、言うことなかったりもするやん、きっとみんな。それでもポイントを上げたいって思うときは数字とかをポチポチとすると応援になりますっていうやつ。イベント中はね、そういうのがね、イベントやっとった時にめっちゃ覚えたな、そういうの。星のため集め方とか、なんかコメントをこうするととか、50回しか送れやんわけじゃないけど、なんか50個分しか、50個やったかな、今もしかしたら変わってるかもしれんけど、上限があるのよね、コメントのポイントに換算される数に。じゃないとも同じアカウントでさ、あってやっとったらあかんやん。ポイントになるんですね、配信の上の方に出るかなと思ってやってました。でもなんかショールームのその機能がいまいち、絶対これっていうのが分からんけど、上の方には盛り上がってる配信が来るようにはなってるから、もしかしたらそれにもつながってるんかも。盛り上がり度ランキングみたいな感じでトップで表示されてるから、純粋に累計閲覧者数ではないよね。毎日配信はの人たちはそこである程度決まってるけど、そうだから、まあコメントが多いとか、見てくれる人が多いとかはトップに乗るのにはすごく貢献になるので、そうなんです。でその貢献、何貢献ちゃうわ、盛り上がりのランキングでこう並んでるけど、毎日配信がその中でも特別多い人たち、多い何名とかはその枠から飛び出して上の方でもう一回並び替えて、毎日配信長い人のうちの盛り上がりランキングみたいなので表示される感じ。ねるいは今ちょうど15分経ったでしょ、1158日やってるから、結構な割合でね、その毎日配信組に入れてもらえることが最近は多くて嬉しいです。配信始めた頃はもう4桁配信してる人って、もうどういう
どういう日々を送ってんのってルイも思っとったんやけど、信じられへん、だってルイなんてもう日記も3日しか続かへんのにって思っとったけど、続いてますね。1158日目のルイです、こんばんは。ショールームのでもそういう仕組みとかさ、もう最近全く説明してないから知らん人絶対多いわ。ルイも思い出したいから思い出してみよう。天才ゴリラ会いたい、いっぱいありがとう。マッコ花束いっぱいありがとう。天才ゴリラ短冊かな、いっぱいありがとう。あ、7月やん、もう今日からちゃうけど7月やん、忘れとった。マッコレインボースターいっぱいありがとう。みんなこんばんび。ニッシー流れ星ありがとう。こんなに自然に喋りながらも今も雨を舐めている。雨舐めのプロかも。1158日続く人全然おるよ。3000日超えてる人は見たことない。3000日はさ、ショールームができてからそんなに経ってないんじゃない、経っとるかな。なんかショールーム自体が10年はないでしょ、多分10周年はまだぐらいの感じやと思うからやったような気がするんやけど、どうやろう。本当の初期から毎日やってへんと無理かもね。それは初期のシステム知らんしね。これがなんかアイドルのコーナーの中で毎日配信が続いてる人がそれになるから、だから一回もしアイドルを卒業してアカウントを一般みたいな、なんか分からんけど他の芸能のカテゴリーとかにすると配信続けとっても毎日配信は途切れちゃうとかいろいろあるんですよ。そうなんですよ、アメナメのプロ。そうよね。そうだから2000後半とかの人はおるけど、カテゴリー変わったらリセットされちゃうとか。だからアイドル自体をさ、3000日ってなったら3000日以上ほんまにアイドルをずっと続けてないとかん、途中でアイドルやめたらもうカテゴリー変わっちゃうから、そういうのもあるのかもね。すごいよね。今なんか1100何十日やっとるからさ、まあ別にこのままやめることはないんやろうなって今のところは思ってるけどさ、それでも2000日ってすごい考えられへんって思うもんね。だって倍やもん。100日の頃も1000日見て同じこと言うとったんやけど。ひろきゃん流れ星ありがとう。レイちゃんより長い人見ると悔しい。全然悔しくない。嬉しくないよ。なんかでも昔それこそ100日200日300日とかの頃はそんだけ続けとっても毎日配信のランキングみたいな、その毎日配信コーナーに全然乗れやんかったから、その頃は悔しかったかも。早くもっと日数増えてほしいって思っとった。初めての飲み物飲んでる、見て、セブンイレブンルイボスティーレモンノンカフェイン、初めて見た。これ美味しい、普通に美味しい。こんばんは。今年の11月25日で10周年、ショールームが、そうなんや。じゃあもうほんほんまに最初からやっとったら3000日超えてる可能性はあるかも。かも。でもそんだけアイドル続けてへんとあかんもんね。ルイボスティ、そうです、ルイボスティです。ルイボス高梨ルイボスティ、ルイボスティ好きなのよ。ルイボスティとジャスミンティーが好きです。ルイは覚えておいて。紅茶は一通り何でも好きです。でも
ねえ、そう、10年。最初は制度なかった。そうよね、きっと。そういうのもあるのかも。でもなんか毎日配信も今は もしなんか寝落ちしちゃったとかで1日飛ばしたりしちゃっても、毎日配信継続してる人は1ヶ月に1枚なんかパス OK チケットみたいなのがもらえるのね。1ヶ月に1日はもし毎日配信を飛ばしてしまっても救済措置みたいな感じで、一応その続けてることになるよ、日数は増えへんけど、その代わり日数途切れもしませんよがあったんですけど、そう、増えやんくなった。そうなんや。知らんかった。今って増えてないの？あれ、先月増えやんかったかな。でもコロナやからあったんや。じゃあもしかしたら増えてないんかも。見やんすぎてわからん。でもさ、先々月ぐらいは多分もらえとったよ、確か。今はないとかあるんかな、どうなんでしょうか。そう、でもそういう救済措置があったから、まあ、増えなくなるって話があったけど、増えたもある。あ、そうなんや。10枚までは持てるみたいな感じやったよね、確かに。そう、でも増えやんってなったら多分もっとお知らせ来て「なくなります」って大々的に言われる気がするから、多分まだなくなってはないかな、多分。そう、でもね、いや10とは言わんから、3枚ぐらいは続いてたらもらえたら嬉しいなとはちょっと思う。なんかもうほんと3ヶ月に1枚でマックス3枚とかでいい、本気の救済措置でいいから、それは欲しいな。なんかさ、るいその毎日配信続けて初期の頃に、その頃はなかったのよ、まだそういう配信チケット制度が。コロナ禍ではあったんやけど、そういうのがなくてね。なんかもう本当に何百日も続けてきた子がさ、1日ちょっと疲れて帰ってきて朝やってないのに、そのままお仕事終わり寝ちゃって、朝起きて朝とか深夜とかに目覚めてなんか泣きながら謝るみたいなのを見て、すごい本当にうーんって思ったことがあるの。その時は自分はそんな毎日配信してなかったから、本当にただアイドルオタクとしていろんなアイドルさんのショールも勉強に見ようと思ってる。見たことなかったのね、今まで配信を。だから最初にもうとりあえず一旦いっぱい情報を入れようタイプやから、最初にもういろんな人のショールーム見に行って、そう、その中でなんかめっちゃそういうのとかも見て、へえって、なんて厳しい世界って思ったりしたから、本当数枚とかでもいいからこの制度残ったら嬉しいなとはちょっと思うけど、この制度ある限り毎日配信途切れやんやろうなとも思う、正直。だってもしルイが今グレたとして、もしですよ グレてないよ、もしグレたとして、今日はもう配信やめてやる、えいって思ってスマートフォンの電源を切って寝たとするでしょ、配信してないのに。でも今なんてもう10枚までチケットたまるから、5枚ぐらいは絶対持ってるのよ、多分。確認してないけど。ってことは、配信毎日配信なくなるまでは5日間、丸5日間配信せずに我慢せなあかんってことやん、切れるとしたら。 5日間グレ続けるって無理じゃない、多分。もうどんだけ頑張っても1日2日ぐれたらさ、もうさ、なんか普通につけてさ「久しぶりです」とか言うて配信つけてさ、やるんじゃない？あ、配布5月7で終了。じゃあ配布は終わったけど、あれなんかな、使えるはまだ使えるってことなんかな。
有効期限とかあるならなんかね、使っときたいって思っちゃうよね。もったいない精神で。別に休まんでもいいのに。5日間グレーてみる？今からグレーようかな。るい、そうしようかな。5日空けた後の配信、もう喋ることたまりすぎてめっちゃ喋るか、もう配信っていうものを忘れてしまってできやんくなるかのどっちかやな。多分2択やと思うわ。期限なく増えないけど使える。本当？でもじゃあそのさ、制度自体をなくさへんのやったら、もしかしてそういう100日に1回とかは配る可能性あるのかな。あったらいいなあったらいいな。何かそういうね、イベントで渡すとかがあるんやったら心がゆとりありますよね。もうだって配信途切れるかもって思ったら、朝にさ、もうほとんど画面見れやんぐらい忙しくてもさ、多分ラジオとかで配信するもんね。夜絶対寝ると思って、なんかそういう配信無理やり続けるよりかは、ちゃんと時間できる時にやりたいなと思う。雨が舐め終わりません。雨舐めの遅いよね。ちょっとちょっと。ね、そう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 。とりあえず配信みたいな、バタバタってなっちゃうとちょっと大変そうやからなーとか思うけど、まだ雨舐めてる。雨かまへん派。中身がなんか入ってる2層の雨の時だけ噛みます早く中にたどり着きたいから、それ以外は噛みません。斜めが好き。ルイさ、影響を受けやすいので好きなアニメとか漫画とかに出てきた食べ物好きになりがちなんですよ。わかる？好きなキャラの好きな食べ物とかちょっとさ好きにならへん？その関係でもう一時期レモンキャンディーにドハマりしてました。イブっていうホラーゲームがもうものすごく好きで、ホラーゲームできやんのよ。できやんから自分でプレイほとんどしてないんですけど、基本もあの配信の視聴しかしてなくて、でもさ、スイッチ版出たよね、イブ確か。もうそろそろ買おうかなって思ってる。時間ちょっと取れそうやし、スイッチが出たのよ。もうイブがめっちゃ好きで、本当にいいストーリーがね、いい話なの。ホラーゲームやけど、でルイそんなにさ、多分ホラーゲーが得意な人には全然怖くないと思う。絵本みたいな世界観のホラーゲームで、あんまり怖くないと思うんやけど、ルイは怖い、怖くてできないスイッチ持っとるよ。全然つけてないけど最近。そう、イブ良いです。 IB でイブって読むやつ、あれはね、いいよね。なんかあの小さい女の子が出てくる話なので好きですルイの好きな作品、だいたい小さい女の子が出てくる。小さい女の子、小さい女の子、お姉のお兄さんの3キャラクターが出てきます何があるかな、他に。
影響を受けた食べ物。でもルイがチーズ好きなのもハイジの影響大きい。結構アルプスの少女ハイジで白パンにねこうチーズをねとろーみたいなシーンあるじゃないですか。お姉のお兄さん、ややこしいです。お姉のお兄さん。いいよね、ハイジ。ハイジ好きやからこんなに乳製品好きなんかな。そうかもしれん。ルイ結構もう牧場から生まれる食べ物が全部好きで、一番好きなのがチーズやけど、卵とか牛乳とかもめっちゃ好きで、すごい消費する。ハイジで憧れ持ったのは大きいかもしれん。もともと好きやったけど余計なんかうわ素敵ってあれ見て思った。ハイジ見て可愛くないね。ソーフシクサのベッドも寝てみたいよね。小窓のあるさ、なんか上の方の部屋でさ、コシクサ敷き詰めたベッドとかに寝てみたいよね。ジブリとかも全部食べ物美味しそうに見えるしね。一時期ずっとあれやっとった、あの食パンのさ真ん中をくり抜いて、フライパンにまず食パンのこの外側だけを乗せて、なんかバターと乗せて、ね、真ん中に卵を落としてチーズとか入れて味付けて蓋するみたいな、ね、ひっくり返して焼くみたいなパン、あれ超美味しい。あれにハマってました。ほんまはそのジブリみたいに目玉焼きを焼いて上に乗せる方がさ見た目素敵やけどさ、あれ多分結構難しいやん。フライパンフライパンなまった。フライパンでさ、あの目玉焼きやるとどうしてもこうカーブのせいで流れていくでしょ、卵が。アニメみたいにこういうのの真ん中に黄身みたいな目玉焼きできやんやろ。だからそう、食パンの枠で卵を閉じ込めて蓋してみたいなやつがねすごくね好きで、毎日やっとった。枠使ってやるの？枠さ、シリコン型みたいなやつさ、一応買ったは買ったのよ前に。でも結構なんかあれじゃない、洗うの面倒じゃない。目玉焼きのあのシリコンにくっついても、シリコンやから取りやすいけどさ、こう端っこについちゃうやん。あれを取るの面倒くない？そしたらもうルイは自分のやからまあいっかって思って気にせずやっちゃう。この間でも100均行ったら、なんかレンジで卵焼きを作る時の猫ちゃんとかのシリコン型が売っとって、めっちゃちょっと欲しくなっちゃった。うん、シリコンカップみたいなあるやん、形になってるさ、こうこれぐらいに4つぐらいポン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 っていろんな形のへこみがあるシリコンのレンチンできる型、それね、なんか猫の顔の形とかになっとるんやけど、そのへこみが、そこに卵液、卵の混ぜて溶かした液をこう流し込んでレンチンしたら、てかレンチンよりあれやったかな、湯煎みたいな感じでお湯フライパンで沸かしてそこにつけて固めたら、なんかお弁当とかに可愛い猫ちゃんの卵焼きができますよみたいなのを見てすごくちょっと欲しくなった。でもルイお弁当作らへんしなって思って、お弁当作りたいな。お弁当、溶き卵をアレンジにしても爆発しやんくない？そんなルイ結構
するかも。シーフードヌードルの食べた後茶碗蒸しとか昔バズっとったよね。ああいうのやるくない？できるくない？お弁当誰かに作るなら作りたいけどさ、自分のためやったらさ、おにぎりでいいやってなるよね。おにぎりと小さいタッパーにちょっとおかず入れたらそれがいっちゃん楽やよね。レッスンに持ってかないの？最近レッスン休憩時間なくて食べれやんのよ。そう、弁当なんて食べてる暇絶対ない。前までは大きいワンマン前のレッスンやから1日7時間とか8時間とかあって、さすがにねお昼休憩とかがあったの。30分お昼休憩とかがあったからお弁当作って持ってっとったけど、今ってもう4時間5時間ぐらいやから長くても5時間とかやと休憩って本あんまりないから食べれやんのよね。おにぎりも食べれるかどうかってなったら、なんかせっかく作って持ってってもさ、かき込むの嫌やん。だからあんまり持っていかんかな食べ物。それよりは家出る前にいっぱい食べていく。いっぱい食べてから行くかな。そう、ほんと5分休憩とかやから、お水飲んでちょっとパシャパシャって写真撮って喋ったら一瞬で終わってる。あっって思って食べだめていく。寝る今だめなめとんやけど。あとちょっと、あとちょっと、そう食べていくの。なくならへん。ほっぺに溜めたまんま喋ってるから多分あんま溶けやんのやと思う。ここにさおってさ舐めてないから、ほっぺにとどめているだけ。じわ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 なくしてる。アメコスパいいかも。ハム太郎、ハム太郎とかってアメ舐めたら知らんうちになくなっとんのかな。可愛くない？頬袋に、頬袋にって思って入れといたら気づいたら減ってるんやろか。頬袋って口やよね一応。別にあそこにさ他のさなんていうの、口やよね。口とつながってるもんね。ほっぺが大きいだけでしょ。じゃあそこにあったら多分溶けるよね。その皮膚やったら溶けへんやん、唾液とかの小やんような。角砂糖洗うアライグマみたい。なんか綿菓子さ洗ってふーんみたいなアライグマの動画なかったっけ。めっちゃ好き、綿菓子うーんってなるやつ。今日なんか TikTok さ最近やってるからさ、あ明日もレッスンメイクしていくし、その前になんか動画撮ろうと思って、動画を撮るためのねどういうの撮ろうかなってリサーチをするつもりで TikTok 開いたのに、もう気づいたら犬赤ちゃん赤ちゃん犬みたいな、ウサギとか子供とペットばかり出てきてしまって、全然何も探せずひたすら可愛い動画を見つけた。今日見たなんかね子供のね動画がめっちゃ可愛かったの。何歳ぐらいかな、でもほんと幼稚園生ぐらいの女の子が動画でね TikTok でねメイク、お化粧をする動画だったんですけど、もうすごいの。なんかお母さんのメイク道具を借りて、多分その子は普段から
メイク動画とかを見てるのよ、お母さんとかと一緒に見てるっぽくて、なんか今日はこのクレードの下地を塗っていきます。前に使ったポルジョの下地とは違ってテクスチャーがこってりして重くってみたいな、そんなこと喋りながら幼稚園ぐらいの子がこうペタペタやる動画が流れてきて、めっちゃ可愛かった、可愛いと思って。それを見てあのお母さんはケラケラ笑って、お父さんはもう嫌だってずっと言っとった。可愛かった。そう、何かな、なんとかの、もうあのコンシーラーは横に2本縦に3本とか言って、何で覚えたか知らんけど、ちゃんとなんかそれ自分なりの塗り方とかもあって可愛くていっぱい見ちゃった。なんか塗り方めっちゃ本格的やけど、最後の完成形はものすごいもうあのぐちゃぐちゃで、あ、ちゃんと子供やったなって思った。リップとかもなんかその有名なメイクアップアーティストの人の喋り方とか真似して、あんたたちリップ一度塗りしてない、今の時代は3度塗りよって言って塗り塗りしとったけど、あのもうほんと口のこの辺とかこの辺とかまで塗っとって可愛かった。そんなにそんなに最新の YouTube メイク見てもちゃんとやっぱ子供やったな、可愛かった。でもルイもメイク動画とか見ちゃうからわかる。なんか見てるからこそより喋り方とかが超リアルですごいって思った。可愛い。もう今の子はさ、やっぱそういうので覚えるんやね。 YouTube とか見てそういうのに憧れたりして真似っこするんやろうね。ルイはちっちゃい頃何やったかな、分からへんけど、でもプリキュアとかじゃない、普通はプリキュアとかなんかそういうアニメとか魔法使いとかやったけどね。メイクって流行りがあるんですよ。全然なんかルイは一番お化粧を覚えたのが平成やから、平成のメイクで一生多分止まってる、あんまりアップデートされてないんやけど、でもちょっとだけ変わったよ昔と比べると。ちゃんとね、なんかね、なんかわからんけど流行りがあるんよね。アイラインは今は茶色がいいですや黒がいいですとか、リップは輪郭まではっきり塗るのがいいですとか、いや輪郭はすごいぼかしてもこの、なんならチークとかもこの辺に塗ったりして、なるだけ肌との境目をポワッとさせましょうとか、いっぱいあるのよ。もうついていけよよね難しいよね。やっぱメイクさんにしてもらうと、あ、ちょっと違うなって思う。やっぱなんかすごい。でもそれなりにさ、やっぱ可愛くなりたいからいっぱい調べたりしてさ、こうペタ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 やってるけどさ、なんか顔が立体的って思うもん、やってもらった日。これはもうメイクじゃなくても何事でもそうやと思うんですけど、文房具とかでもあるあるやと思うんやけど、人にちょっと貸してって言って一回借りた道具めっちゃよく感じる説。これはメイクしやん人でもあるんじゃない？なんかちょっとさ、ボールペンとかさ、あ、ちょっと貸してくれやんって言って借りて書いたらめっちゃ書きやすくない？え、なんかこれめっちゃ書きやすい、どこの？え、今度これ買おうわって思うでしょ。メイクも同じことが起きるんですよ。人にマスカラ貸してって言って借りて塗ったら、なんかめっちゃまつげがパッチリして、え、なんか、え、すごい、今日なんかルイ可愛いかも、えって思って
買うんですよ、同じの。新品なはずやから、新品やから友達に借りたのあれもっといいはずやのに、なんか来ないやってなって思う。うん、人のって、人のおすすめとかって特にね、なんでよく感じるんやろうね。文房具とかも普通に借りたらまあいいななのもあるけどさ、これめっちゃ書きやすいからって言って渡されたらもっと書きやすく感じるくない？ほんまや、めっちゃ書きやすいってなるやんね。そういうのを日々感じながらも、やっぱりおすすめされると化粧品買っちゃうや。今ちょっとまたね、より似合うのを探そうと思って、最近めっちゃポチプラばっかりやから、これは素敵って思うの見つけよう大会してます。ん、雨なくなった。最後の一かみでした。美味しかった。可愛く見える鏡と可愛く見えやん鏡とあるからね。鏡によって可愛い日とそうでもない日がある。多分照明とかさ、鏡の映りの良さとかさ、より鮮明に映りすぎると肌がちょっと見えたりとか、肌のアラが見えたりとか、そういうのがあるんやろうけど、不思議、不思議ですね。なんかその人に借りた道具いいって思うの、鏡とかもありそうよね。可愛いかもと思ったら、たまたま照明がいい場所やったみたいなことはあるかもしれん。大事、光も鏡も道具も全部大事。日々研究です。じゃあ歪んで見える鏡とかあるもんね、たまにパッて見て、あれこんな太っとったっけって思ったら鏡が歪んでるだけやったりする。11時20分そろそろ終わろうかな。お風呂入らなあかん、悪い。お風呂入ろう、今日は湯船溜めてゆっくり浸かります。ゆっくり浸かろうと思います。髪も巻いたし、取れたけど、ちょっとよいしょ。今日も見てくれてありがとうございました。ランキング男女を読みます。13位ダックスフンド、12位中古赤内ヒロ、11位ヘンザン、10位トヨフェス11、9位バン、8位シュー、7位カレーくん、6位ニッシー、5位サニーハイランド、4位ヒロキュン、3位オルテガ、2位マッコ、1位は天才ゴリラ。今日もありがとうございました。8月のバババババンビティフ超決起集会のチケット申し込みが本日中までとなってます。あと40分ぐらいで終わっちゃう先行申し込み。とっても豪華な出演者の皆さんがいらっしゃるワクワク対バンなので、そしてなんかティフに向けて各グループフリーとかなんかコールとかな、何をするかはまだわからんけど、なんか楽しむためのライブを楽しむためのちょっとしたレクチャーとかも各グループさんしたりするみたいなので、もっともっとねこの夏の夏フェスとかが楽しくなるんじゃないかなと思う一日です。よかったら申し込みお待ちしてます。というわけでルイでした。ほなまたね、ほなほな、おやすみ、ほなねー。